マッシモカキシリ、2008イアマルフィ・マッシモカッチャーリは、イタリアの哲学者、美学者、政治家。元ベネツィア市長。元会議員。ベネツィアに生まれる。パドバ大学にて、関東判断力批判についての論文で哲学の学位を得た、他、セルジョベッティーニに美学と美術史を、カルロディアーノに、ギリシア哲学を学ぶ。ベネツィア建築大学教授等を経て、 現在はサンラフファエーで生命健康大学教授。政治家としては、会議員、ベネツヤ市長を務める。カッチャーリは、ベンヤミン、ハイデッカー、そしてニーチェの影響下で思想を形成。初期は、アントニオネグリに影響を受けた、マルクス主義者だったが、1970年代にネグリと、決裂し、現在は、ネグリの生政治論に対する批判の急先方に立つ。 カッチャーリが1970年代から1980年代にかけて提起した否定の思考は同時期に対等してきたジャンニバ・ティモの弱い思考の対抗勢力として当時のイタリア思想会を2分するほどの影響力を持った。その後共同体や他者といった問題系についての施策を深めていき、現在もなおイタリア思想会に大きな影響を与え続けている。 政治家としてのカッチャーリは、ヨーロッパ統合へ向けての一元化のイデオロギーを批判し、真のヨーロッパ統合は統合なき統合、多党会としてのヨーロッパであると唱えている。また、マンフレイト・タフーリア、ビットオリオ・グレゴッティラの建築士家との実りを覆い、共同研究を行っているほか、ベネツヤの作曲家、ルイジノーノともに、オペラの制作もしている。ありがとうございます。